久保さん今回努力の度にしましょうか努力の度まあ努力ってうーんなんかす,すごいいい言葉というかねなんか努力してる努力素晴らしいなみたいなでもビジネスにおいて僕はあのすごくこれ磨かれたというか叩かれたというか刻み込まれたというか うんまあ、僕が十何年東京で働いてる時にすごく身に染みて感じたのは努力は不要だと、まあ、不要っていう言い方があれかもしれないですけど要はビジネスの世界においては結果が全てであるっていうことを叩き込まれたんですよねでその努力しなくても、まあ、努力してどれだけまあ徹夜で頑張ってどれだけ会社に泊まり込みしても会社の売り上げが上がってなければ 結局ダメなんですよどれだけ会社に泊まってどれだけ人より何倍も働いたとしても会社の売り上げが上がっていなければ従業員に給料払えないんですよね。だから良くないですよ。だからあのビジネスをやる上ではやっぱねあのなんか努力ってなんかその別に当たり前っていうことをすごく認識できたのが僕良かったですね。別にその努力を美化しない。 努力なんて当たり前だし結果,その結果が出ればその何でもいいわけですよ、まあ、何でもいいって言ったらちょっと語弊が出るかもしれないですけどもなんだろうなイメージとしては例えばそのうんじゃあ名古屋東京から名古屋まで新幹線で1時間ぐらいだと思うんですよじゃあ目的がね名古屋に行くという目的 であるならば歩いて行こうが新幹線で行こうが飛行機で行こうが別にいいわけじゃないですかねそう合法ですよね合法じゃないですか別に <laughs> なんか飛行機乗るのは犯罪ですとかね新幹線乗るのは犯罪ですではなんないですよねうんだからそれは歩いてね努力して歩いて名古屋まで行きました別に新幹線で行っ,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 っていいわけじゃないですかうん別に新幹線があるんだったら新幹線使ってもいいしうん だから何だろうな。あのー、別に努力はすごいことじゃないよと。で、あのー、人間はね、すぐできないので、その何かを覚える。久保さんも FX をじゃあ最初から勝てたのか、1年目から勝てたのか、1年目から用語も理解して、その、移動平均線とか、その相場の流れも全部分かってたのか分かったのか、なわけないじゃないですか。 久保さんも多分3年か2年かかった言うてたと思うんですけど人間ってまあ天才は分かんないでしょでもその成長プロセスがありますのでその段階ステップをしっかり踏まないといけないしそのステップの中で努力するっていうフレーズも必要であるとまあ自分が努力と思ってなくても周りから努力してるねって思われるどっちでもいいんだけどもその覚えるまでにそれをやり込むある,ある程度場数を踏むっていうことは 僕は必要だと思います。車の運転もね、一回、うん、人生で初めて一回運転して、初めて運転したのにね、車庫入れ余裕みたいな。もはや、一回初めて車を運転しました。初めてハンドル握りました。ドリフトでね、車庫入れできるとかね。まあ多分ね、多分無理ですね。多分無理。ちっちゃい頃、ゴーカートにも乗ったことありません。ちっちゃい頃、乗り物にも何も乗ったことはありません。 大人になって初めて乗り物に乗りました。車に乗りました。で、ドリフトでね、車庫入れ,入れられるとかね。絶対無理ですね、一発で。これはね、100%無理だと思います。どんなに天才でも無理だと思いますよ。<laughs> だから、ある程度、その、なんだろうな、人によって能力だったりとか、センスだったりとか、才能だったりとかあるので、一概には言えないです、その、やる量、時間っていうのは。ただ、どんな人でも、人間であるならば、 あの覚えるまで結果を出すためにある程度の量場数は踏まないとダメってことですね。うん、でそのあなたの能力は何などれぐらいあるんですかと。あなたは IQ どれぐらいあるんですかと。うんあなたはそのセンスどれぐらいあるんですかと。うんで自分でないと思うんだったらめっちゃやればいいし、まあ、僕はないと思ってるんでめっちゃやってるだけでやって。うん もし僕と同じ量をやらないと稼げないってことであるならば、ドリアカの熟成全員稼げないですよ。僕の教材買った人、僕の塾生全員稼げないです。だって僕ほどやってる塾生さんいないですから、動画本数 <laughs>。いないですよ。うん。だからまあ、僕は本当にいつも思うんですけど、あの、僕よりみんな能力あるし、僕よりみんな頭いいんだから、 ちちゃゃんんとと勉強してちゃんと歩いてていっやればだから結局はなんかお金稼ぎたいお金困ってるとかねお金稼ぎたいとか自由な生活を得たいと思ってるのはまあ本当に思ってないんじゃないかなと僕は思っちゃうんですよねだって本当に思ってたら行くじゃないですかね名古屋に絶対行くっていうね出張で行かないといけない行きますよね 絶対であるならば絶対なんで行くんですよ。でもそれがなんとなく今度名古屋でうなぎなんか行こうかなとか今度機会があればハワイに行こうかなっていうんとなくハワイに行こうかなとかねなんとなく沖縄に行こうかなとかあ今度時間空いたら行きます。開かないんですよ。なんとなくだったら絶対行くっていう決めない限り絶対にならないんで <laughs> うん。 流れますからねほんあに絶対を決めない限りだって絶対を決めれば絶対なわけじゃないですかでその絶対が揺るぎ,る揺,るぎ揺,揺らぐんだったらそれは絶対じゃないですよねうん多分ね絶対ハワイに行くっつったらハワイに行けますよだってチケットも取るし休みも取るし、ね、パンよ旅行雑誌も買うし絶対決めればねでもそれが今度いつか 行きたいなは流れますうんう、うん、まあ努力は当たり前だし、あのー、結果を出すためにあるって言ってもやらないといけないと、うん、であとはねまあ僕も久保さんもそうですけどある結構バカず踏んできていろいろやってきて思うのがうんいっぱいやるとねいっぱいやっても鼻くそになるっていうね はまあ腕立て伏せ100回程度じゃ余裕だよみたいなもう場数踏んでるからねうんだから人が見るとすごいやってるなと思うかもしれないけども僕と久保さんからすると別に呼吸をするも,もはや呼吸をす呼吸をしてるだけだよみたいなね <laughs> うんでも動画を撮るって単純に独り言と喋ってるだけなんで 僕はね、会社に勤めてないので、会社に勤めたらね、多分同僚と話したりとか、上司と話したりとかするじゃないですか。僕、同僚とも話さないし、上司とも話さないし、会議出席しないし、会議で話さないし、会議でプレゼンテーション読み上げないし、だから、それをただカメラに向かって一人でやってるだけなんですよ。だから、やってること大した変わんないんですよね。それ会社の中で同僚と喋るのか、僕はカメラに向かって喋るのか、た,た,ただそれだけの違いで。 でもほとんどの人それできないんですよね。やってないから。恥ずかしいとか、喋ることがないとかね。でも喋ってるじゃないですか。会社に行って同僚と、上司と。上司、上司から何か言われて、しカとしてるんですか喋らない。ありえないでしょ。上司からなんかいろいろね、これやっとけとかね、いろいろ今度こういう企画やるんだけど、しカとできます。全しカと。多分ね、クビになりますよね。 社長から言われて、社長の社長とも話さないんですか社長に声かけられて。喋るでしょ。調子どうだみたいな。社長にね、エレベーター越しでね、社長と出会ってね。あ,あ、社長みたいな。調子どうだみたいな。あ,あ、こうです。みたいな。社長にね、おはようって言われてね。しかとします <laughs> なかなかファンキーっすね。喋 <laughs> るでしょう。 ビジネスは結果が全てです。で、結果を出すために、ある一定の努力は必要であると。うん、いうことでございますね。いってらっしゃい。